抗転換薬は、転換及び痙攣に使用する薬品である。おしなべて、ハイリスク薬である。治療域と有毒域が近いため、治療薬物モニタリングが必要になる薬が含まれる。カンナビジュアルでは、乱用、依存、身体依存、耐性は見られない。ベンゾジアゼピン系抗転換薬は発作型に関わらず、有効なことがある。 ただし、ミオクローヌス発作など一部を除いて、耐性の形成ができやすい。また、重症筋無力症、急性境遇角緑内症には近畿である。長期使用により、耐性と依存性が形成される。主な抗転換薬の4チャンネルへの作用としては、NA チャンネル抑制、T 型 CA チャンネル抑制、ヒ T 型 CA チャンネル抑制、ギャバル維持作用、グルタミン酸の抑制に対別される。 日本において2006年以降に承認されたガバペンチン、トピラマート、ラモトリギン、レベチラセタムなどを新規抗転換薬という。これらの作用基準はシナプス症法の放出減少以外、旧来の抗転換薬の作用基準を組み合わせたものに過ぎない。しかし相互作用、一部の副作用は軽減されている。2016年4月アンパジュ陽体気候薬である。 ペランパネルが製造承認された。ペランパネルは転換発作が神経伝達物質グルタ面酸に誘導されることから創生された既存の薬剤とは異なる新しい作用基準を有した薬剤である。転換における抗転換薬の主な使い分けを以下にまとめる。国際抗転換連盟では転換重積状態とは発作がある程度の長さ以上続くか、または 短い発作でも反復し、その間の意識回復がないものと定義している。ある程度の長さに関しては30分と解釈される場合が多いが、早期治療のため10分程度で重積とみなし治療を開始することが多い。重積状態での標準的な治療は、ジアゼッパム、ミダゾラム、フェノバルビタール、フェニトインが用いられる。第一選択は、 ジアゼパム 10mg の常駐であるが 5mg ずつ 20mg まで投与されることが多い。血神発作の重積状態、ミオクロニー発作以外ではフェニトインが第二選択として用いられる。SE が30分以上持続すると脳に不可逆的な変化が起こるとされており、30分以上経過した場合は、気管内相関及び全身麻酔薬を用いて発作を止めることがある。 プロポホールなどがよく用いられる。部分発作の第一選択として推奨されるのは、カルバマゼピンである。フェニトイン、ゾニサミドついで、バルプロ酸が考慮される。新規抗転換薬では、ラモトリギン、ついで、カルバマゼピンと同様にレベチラセタム、ついで、トピラマートが推奨されている。全般発作抑制効果は、バルプロ酸に優位性があるとされている。決心発作には、 エトスクシミド、ミオクロニーホッサには、クロナゼッパム、強直マダイホッサには、フェノバルビタールも考慮される。クロバザム、フェニトインも候補になる。昇降性全般転換では、クロナゼッパム、ゾニサミドが考慮される。新規抗転換薬では強直マダイホッサでは、バルプロ酸に次いでラモトリニン、トピラマート、次いでレベチラセタムが推奨されている。 血腎発作ではエトスクシミドに次いで、ラモトリギン、ミオクロニー発作では、バルプロ酸に次いで、レベチラセタムが推奨されている。カルバマゼピニやガバペンチンでは、ミオクロニー発作や血腎発作が増悪するため、特発性全般転換では使用しないことが多い。他の抗転換薬では、効果が不十分な場合に、アセタゾラミドが付加される場合がある。 は1958年に使用が開始され脳の中枢神経組織内に存在する炭酸脱水酸素を抑制し脳の CO2 濃度を極在的に増大させることにより脳の異常な興奮を抑制し精神神経の諸症状を感慨するギャバサド性薬剤は抗不安作用や相状態抑制効果がありグルタミン酸系抑制効果のある薬剤は 高抑うつ作用や不安誘発作用があると考えられている。発作に関連した一過性の行動障害は適切な発作抑制後、情緒安定化作用のあるバルプロ酸、カルバマゼピン、ラモトリギンの使用が考慮される。行動障害が発作と関連しない場合は、精神障害の一般的な治療に準じる。その他、抗転換薬によって誘発される。 精神病反応の報告もある。多くの抗転換薬は肝体者であるが、新規抗転換薬には人体者のものが含まれている。肝体者がバルプロ酸、フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、ベンゾジアゼピン系であり、肝人体者がトッピーラマート、ラモトリギン、人体者がガバペンチン、レベチラセタムである。注意すべき副作用としてはフェニトイン、 カルバマゼピンの心電動系異常の悪化、カルバマゼピン、バルプロ酸での低ナトリウム血症の悪化、フェニトイン、カルバマゼピンでの免疫系疾患の影響、フェノバルビタール、ゾニサミド、カルバマゼピンの認知機能への悪化、バルプロ酸のパーキンソン症候群などがある。フェニトインと生産剤、ガバペンチンと酸化マグネシウムの使用は吸収阻害を起こし血中濃度を低下させる。 また、転換域値を低下させる薬剤としては、抗うつ薬、抗精神病薬、気管視覚調薬、抗菌薬、局所麻酔薬、鎮痛薬、抗ヒスタミン薬、筋弛管薬、抗腫瘍薬などが知られている。日本転換学会では、成人転換の薬物治療集結のガイドラインを公開している。小児では、予後良好な転換症候群が存在するため、 発作間階2年以上経過した場合は減量後、治療集結が可能な場合がある。しかし、減量法に関しては、標準的なものは存在しない。思春期発症の転換、症候性転換、脳波異の存在は再発再燃の危険性が高いとされている。成人転換では、減量開始時に2種類以上の薬物を服用、強直麻大発作の起用。 ミオクロニー発作の起用、神経学的異常などが再発のリスクを高めるとされている。発作間回期間の長短のみで弾薬の是非を判断してはならず、弾薬すれば再発リスクは高まる。再発の可能性が最も高いのは減量中と弾薬後1年間である。治療集結の決定は所要権を総合的に勘案し、患者並びに 患者家族の意向に尊重して個別に判断するべきである。ありがとうございます。